おざす、T システムです。さて、今回はですね、BF5。まあ、大体いつもやっている月末の、まあ、第4土曜日かな。今回も第4土曜日にやりますが、BF5 のイベントについてご紹介させていただこうかなと思っております。で、日時についてはですね、3月27日、21時から、まあ、夜の9時ですね、から配信開始です。で、イベント自体はですね、夜の10時、22時からやります。まあ、一応、連鎖は立てるんで、まあ、9時から22時の間は、まあ、その間はね、おのおの、イベントに向けてアップしたり、普通にプレイしたり、好きな時間を過ごしましょうといった感じですね。で、まあ、本題なんですが、イベント何やるか、今回は格闘縛りです。はい。まあ、前やったかなと思われる方もね、おられるかもしれませんが、まあ、結構ね、盛り上がったし、で、今回から、なんと、賞金、まあ、賞金といっても天城風のコードなんですけど、これをね、成績優秀者の方ですね、に差し上げようかなと思っております。で、賞金が出る、目安なんですけど、まず、まあ、大体64対、あれ違う、32対30じゃ、で、合計64で戦うんですけど、格闘縛りで。で、勝った方のチーム、なおかつ、キル数が多い、格闘で一番キルした人と、スコアトップ、この2名に、天城風5000円ずつをね、贈呈しようかなと思っております。はい。で、参加については誰でも OK です。基準等々はないです。で、参加費用も取りません。はい。もうただ出て、成績が良ければ、まあ、キル数と、スコアトップ、これがね、良ければ、まあ、その2名の方はね、5000円ギフト券、まあ、PS メッセージの方にギフトコードを、お渡ししますんでね、それを持っていってください。はい。というわけで、次。まあ、サーバーを今からね、見ていこうかなと思っております。もう作ってます。はい。こちらのサーバーですね。で、ゲーム名 SSNO。これなんですけど、ゲーム、私のレンタルサーバー、イベントをやる場合ですね。一応ね、9時から22時までもう連鎖バッタ出るんですけど、それは参加してもしなくても OK です。はい。ただね、その22時手前にパスワードを言うんで、このサーバーに入るための何パスワードは、これね、これを言うんで、できれば配信はつけておいてくれた方が参加しやすいかなと思っております。はい。というわけで、まずですね、ゲーム SSNO と書いておりますが、こちらの方でね、検索しておいてください。マルチプレイヤー、まあ、もともと私のね、イベントに参加し続けている方は、もう何回目の説明やねんと思うかもしれませんがね、このフィルターから名前 SSNO と検索をお願いします。で、例のごとくこういうね、レテンはすべて、消してください。はい。このまっさらな状態でゲーム名だけ SSNO と記入したら、まあ、今はね、まだサーバー作ってないので、ゲームを見るゼロってなってますが、あるはずです。はい。それに参加お願いします。で、パスワードもね、まあ22時手前のイベント開始前に、配信内で片付しますんでね、聞き逃してもコメントで聞いてもらえれば、まあ、私言うんで、まあ、そこら辺はあんまり気負わずに、まあ、参加していただければいいかなと思っております。はい。じゃあ、ルール説明ですね。次は。で、ゲームサイズはさっき言いました32対32です。で、ゲームモード、マップ、コンクエストです。で、ロッテルダムです。まあ、マップについては、まあ、ほどほどの大きさで遮蔽物もまあまああるんで、まあ、無難じゃないかなという結論に、コルト君と私で達しました。はい。はい。で、パスワードはさっきから言ってますが、10時手前にね、配信内で片付します。で、聞き逃したら、聞いてください。コメントで、チャットか、チャットで。はい。で、兵隊についてですけど、援護兵、あ、ごめんなさい、援護兵じゃない、衛生兵はオフにします。はい。で、これなんでかっていうと、無限回復プラス蘇生ができて強すぎる。で、さらにかなり強すぎることがあって、これね、コンバットロールで格闘王ってやつがあって、それがその格闘武器の前が伸びるって効果があるんですよ。だから、ちょっともろもろ援護兵、また間違えた、衛生兵はね、ちょっと強すぎるかなということで、衛生兵はね、オフにしております。はい。で、あとこのガジェットなんですけど、対ビークランチャーオフ、歩兵用ランチャーもオフで、ここの兵站系、これは全部オンにしてます。で、手榴弾はすべてオフです。建築ツールはオン。はい。ここは自由にね、していただいて結構です。はい。で、次、造園ガジェット。造園ガジェットですね。分隊長無線は使いません。だから V1 とかは打てません。はい。で、爆発物はすべてオフです。で、その他、ここにあるやつですが、一部使えません。はい。使えないです。
スローイングナイフとクナイ、こちらは使用禁止とさせていただきます。はい、まあ、投擲系の武器はダメだね。一応その格闘武器に入るんだろうけど、スローイングナイフとクナイも、はい、一応ね今回私、キルログ見やすい環境になって、なんでかっていうと試合には参加せずに、あの観戦者として参加するんで、まあ、完全な運営として、はい、であのいつもよりキルログウッドが見やすいんで、あのパッとキルログ見てスローイングナイフとクナイ、これが浮かんだ場合、ちょっとその人見てね、悪質な場合はもうキックかバンクか、対象を取らさせていただきます。はい、でそのスローイングナイフとクナイ以外のこのその他のガジェットについては、まあ、好きにね、使っていただいて結構です。はい、でその他は変わってません。でルールですが、これも変わってません。はい、でビークルですが、全てオフになっております。はい、移動用のビークルもダメです。この前の縛りでね、間違って引いちゃう人がまあまいたんでオフにさせていただきます。まあ、ロッテルダムなんで車両使わなくてもね、大丈夫だと思いますね。はい、で武器はご覧の通り、格闘武器以外は全て、オフになっております。でライフルは使えないんで、銃剣突撃もできませんといった感じですね。よろしくお願いいたします。はい、次閉館の注意点です。で参加してもらう場合ね、こういう風に、まあ、武器の調整をね行ってください。メインウェポンなし、サブウェポンなしで、さっき前述した、グレとか、まあ、攻撃系の爆発物等のガジェットグレは、入れないでください。はい、これをこの状態で、まあ、1個でもね、例えば、まあ、この突兵の、なんかこの破片手榴弾とか入れてたとするじゃないですか。で破片手榴弾はさっきのサーバー設定でねオフにしてた、してたんで、出撃できなくなっちゃいます。はい、ですんでさっきの該当するガジェット以外のものは全てなしに項目を入れてください。はい、だから、ね、突撃兵選ぶメリットってあんまりないと思う。マジでナイフだけになるから、まあ、大体の人が、この援護か偵察で、来てくださるとは思うんですが、まあ、とにかく爆発系のダメージが入るガジェットとメインウェポン、サブウェポンはそのこの項目にね、入れないでください。でね、突撃兵で出るメリットは、まあ、さっきも言ったけどあんまないんで、あまりおすすめはしません。ただなんかマサオに思い入れのある方は全然出ていただいても結構です。そんな根詰めた大会ではないんで面白おかしくやっていきましょう。はい、というわけでね、以上になっております。で一応まとめさせていただきますと、日時は3月27日の土曜日で、夜9時から、21時ですね、からやろうかなと思っております。で配信開始は、9時です。21時から。しかしイベントの開始は22時手前からね、準備しようかなと思っております。でそのどこかで、まあ、パスワードもね言います。でパスワードを聞き逃した場合はね、 YouTube のチャット欄で聞いてください。もう一回、お教えしますね。賞金が出る時の、渡す時の注意事項として、その賞金の対象者になった方は、まあ、PSID を変えないようにしてください、この人誰みたいな感じになっちゃうんで、その大会でね、まあスコア1、格闘キル数1位になった方はね、PSID 等々をね変えずに待機の方をよろしくお願いします。で一応ね、私が確認メッセージ、さっきのイベントでね、まあキル数1位だったら誰々さんですかって聞くんで、メッセージの方で私が検索してその方の ID を一応ね、まあはいだけでもいいんで返信をねお願いいたします。それから確認でき次第、行動ねお送りしようかなと思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、大事をもちまして説明、まあ紹介動画の方を終わろうかなと思っております。ではまた、お会いしましょう27日に。はい、ではまた、バイバイ。